ここは滝川市にあるスカイパーク。今回は滝川市にやってきました。この町ではグライダーが有名です。グライダーを引っ張るセスナ機が降りてきました。上空まで引っ張られて切り離されます。河川敷を利用した公園になっています。上空には先ほど切り離されたグライダーが滑空します。その下にはコンクリート工場がありました。そしてこちらは JR 滝川駅。駅にもグライダーが展示されていました。この交差点は滝川の特徴的な立体交差。国道38号線沿いに大型ショッピングモールがあります。このルートからは富良野方面へ向かいます。その反対側は滝川市内中心部へつながります。さてやってきたのは丸霞高原。遠くに滝川市内が見えます。ここは広大な牧場になっています。
またゴルフ場もあります。暮れゆく滝川市。では次回のノスタルジアもお楽しみに。